はい、ルルカです。今回はね、楽天モバイル内で、まあ、ルルカ的には一番微妙じゃないかなとね、以前から言っている楽天ターボ。こちらが実質無料で利用することができるかもしれない。まあ、そんなキャンペーンがね、始まるということで、そちら紹介していこうかなと思います。まあ、ただしね、これから聞く方、楽天ターボ、やっと実質無料。まあ、かなりね、お得なキャンペーン始まるんだろうなと思って見てくれると思うんですけど、残念ながら、ほとんどの方に関しては、実質無料で利用することができませんし、まあ、ルルカ的にもね、微妙じゃないかなっていう部分にはなってくるんですけれど、楽天ターボ に対する楽天モバイル側のね。テコ入れってことになっていますんで、よかったらね。どんなテコ入れをしてきたのか見ていただいてね。皆さんのね、感想もコメントでいただけるとありがたいなと思います。ではね、プレスリリース情報見ていこうと思うんですけれど、本日2023年6月6日に発表された内容になってます。楽天モバイル7月1日より spu の対象サービスに 5g 対応のホームルーターサービス楽天ターボを追加。楽天ターボに関してね。spu の対象じゃなかったんですね。まあ、ただでさえ微妙なサービスだったのに、spu の対象でもないまあ、それはね。契約する方ほとんどいないんじゃないか？ と思うんですけれど、詳細見ていこうと思います。楽天モバイル株式会社は、2023年7月1日より楽天グループのサービスと組み合わせて使うことで、楽天市場でのお買い物におけるポイント進呈率が増加するプログラム SPU スーパーポイントアッププログラムの対象サービスに 5G 対応のホームルーターサービス楽天ターボを追加します。これにより、すでに SPU の対象サービスである楽天光と今回追加になった楽天タブのいずれいかのご契約にて楽天ポイントがプラス1倍となります。ということで。 楽天モバイルに契約されている方であれば、楽天市場をね使っている方も多いんじゃないかなと思います。そして、楽天市場を使っていれば、SPU って言葉を聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思います。まあ、簡単に言っちゃうと、楽天市場でね何かを購入する際の基本ポイントみたいのが SPU ってものになっています。このね、基本ポイントを増やすことによって、楽天市場非常にお得に買い物をすることができる。SPU に関しては、かなりね、楽天を使う上では大事なものになってくるんだけど、これのポイント倍率がプラスね、1倍になりますよ。まあ、要はね1、1%上がりますよって形になっています。まあただし 残念ながらね、こちらにも書いてあるんだけど楽天光と今回追加になった楽天ターボのいずれかのご契約になっているのでま既、あ、にね、楽天光入っている方に関しては楽天ターボ入ってもねプラス1倍にはならないみたいなんですけどまあ、そもそもね、楽天光入っている方からすると楽天ターボの整数上同時に入る意味ってね全くなかったりするのでその辺に関してはね、問題ないと思うんですけど一応両、ね、入ってプラス2倍にはなりませんのでその辺はね、注意が必要じゃないかなと思いますもしかしたら万が一ね、いるかもしれないんでね勘違いしちゃう方がまだ、ね、プレスリリース情報詳細がありますね見ていこうと思うんだけど けどど spu は楽楽楽楽天天天天モバイルルののほかカーーードや銀行なななグプサビスが対象とっておりますこの度楽天ターボも追加され楽天ターボまたは楽天光をご契約いただくと楽天ポイントがプラス1倍最大16倍ポイントアップとなります楽天市場のお買い物マラソンや楽天スーパーセール各種ポイント新定キャンペーンやセールイベントと変容することでさらにポイントアップが可能となりますということでね先ほども言ったんですけど SPU っていうのに関しては楽天市場内の基本ポイントみたいな感じになってます 基本のポポイインンンントトがあってプラスねキャンペーンポイントも上乗せされるこれがね、楽天市場の一番のね、お得な部分になっていて、現在で言えばね、楽天スーパーセールが開催されていますんで、楽天スーパーセールのポイント倍付け、まあ、プラス基本ポイントっていうのが追加されますんで、まあ、この辺が上がることによって、非常にお得に購入することができる。ということで、このね、プラスされるサービスに関しては、かなりね、興味を持っている方もいるんじゃないかなと思います。そして、楽天ターボの説明がね、ちょっと入ってくるんだけど、4G 及び 5G の楽天回線エリアにおいて、工事不要でコンセントに挿すだけ、 自宅に Wi-Fi 環境を構築できるホームルーター専用料金プランです本プランは専用対応製品である 5G 対応ホームルーター楽天ターボ 5G 税込41,580円はいなかなかの金額取られますまずこれを購入する必要があるんだけど41,580円購入した上でさらに月額4840円税込みでデータ容量無制限で Wi-Fi をご利用いただけますで一応締めで楽天モバイルは今後も70以上の多種多様なサービスにより構成される楽天エコシステム経済圏ですねを通じて通知 新サービス以外の付加価値を提供できるようにサービスを拡充してまいりますって締めくくっていますで一番最初にも言ったんですけど今回ね楽天ターボが実質無料で利用することができるかもしれないっていうところになってくるんだけど、まあ、ここまで見るとねどこでね楽天ターボがね実質無料で利用できるんだって話になると思うんですけどもうちょっと下の方に行きますとはい注意事項がね書かれています、まあ、この中に書かれてるんだけど本特典による楽天ポイントの月額獲得上限ポイントは5000ポイントですという風に記載がされています。とということで、ね、ここまででねねま見れば、ねお分かりの方もお いいんじゃなないかなと思うんですけどこちらがね楽天ターボの公式ページになっていますここの料金のとこなんですけど、まあ、先ほどもね、ちょっと説明したんだけど、プラン料金、税込みで4,840円になります。ということで、楽天ポイント、プラス1%されることによって、5000分まで付与されるということで、それを利用することによって、4,840円と相殺させて、一応、今回ね、SPU でプラス1%されることによって、実質無料で利用することが可能になりました、楽天ターボ。まあ、ただしなんですけど、実質無料でね、利用するためには、4,840 ポイント以上ゲットしなきゃいけませんので1%でね4840円分稼ぐとなるといくら使わなきゃいけないそうです毎月ね48万4000円以上ね利用しないとポイントだけでこちらを払うことができませんしかも楽天ポイントに関しては解約があって税抜きでの金額しかポイント付与されないんだったかなとか考えるとさらにねそれ以上の金額を利用しないと実質無料になりませんまあ楽天市場に関してはねかなり利用される方もいると思うんですけど毎月50万円近く年間でいうとね600万ぐらい楽天市場で利用される方って相当少ないんじゃないかなと思う ので実質無料で利用することができるというよりも、まあ、毎月ね数万円ぐらい使う方であればいると思いますんで楽天ターボがね毎月数百円引きで利用することができるようになるという形になるんじゃないかなと思いますしかもなんですけれど、まあ、端末に関してはね一括だったり分割で購入する必要がありますので、まあ、料金が数百円引きになるわけなんだけど楽天ターボ 5G 購入する必要もあるのでポイントがねプラス1倍になったところでこの端末代金が高い時点で魅力としてはほとんど感じないんじゃないかなと思います、まあ、そもそも楽天ターボに関しては何が微妙だったかと というと、うちのチャンネルね見てくれてる人だったら楽天モバイルの最強プランまあもともとはね楽天アリミットなんだけど利用されてる方も多いんじゃないかなと思いますでこちらのサービスまあね米倉さんもドヤ顔で最強って書いてありますがこちら値段ね見ていただきますと料金の方が税込3278円で利用することができます楽天最強プランに関してもここにも書いてあるけどねデータ高速無制限で利用することができます楽天ターボに関してもなんかね固定回線みたいなイメージで売っている感じなんですけれど実際問題あれもね楽天回線を利用していますんで楽天 最強プランのの回線ねね変わわわりまませんにににももかかかかかららずずななぜか料金っってていいいいうのが同じ使放題円以上、ね、高い形になっていますで、さらに楽天最強プランであれば電話もかけ放題だったりとか楽天ターボに関しては移動させることができないんですけどこちらに関してはいろんなところに移動させることもできますしそれこそね自分でホームルーター購入することによって擬似的にね楽天ターボ 5G みたいな使い方もねすることができますということで同じ回線を使っているにもかかわらずね1000円以上高い楽天ターボに関してまあ、しかもね端末も高い金額で買わなきゃいけないんで 魅力を感じじるってていいい人に関してはかかななななり少ないんじゃないかなと思いま,すまあ今回ね1%ポイント付与がね追加されると言ってもはいこの辺でもねマイナスになってるんだけどそもそもなんだけどね楽天モバイル契約することによってランクによって変わるんだけどこちらに関してはねポイントが3倍になります楽天ターボは1倍しかねプラスされないんだけどこっち3倍プラスされるんですよねでランクによってっていうところでまあルルカもねダイヤモンド会員なんですけど上限7000ポイントまで3倍になりますターボに関しては5000までだったんだけど7000ポイントまでね3倍でプラスされるでダイヤモンド以外の方に関しても 2倍プラスされる、まあ、さらにこちらも6000ポイントということで多分楽天モバイルの中の人からすると楽天最強プランも契約してターボも契約してもらいたいっていうところで、まあ、別枠なんだよって言い方をしたいのかもしれませんが、まあ、ポイント倍付きがプラス1倍されたところで現行の、ね、楽天最強プランに比べると魅力が低い楽天ターボ 5G に関して入る理由っていうのはあまりないんじゃないかなと思います一応ね、まあ、先ほども言ったように毎月50万以上買う本当に楽天のヘビー利用者とかであれば、まあ、実質無料で利用することができるんで入ってみてもいいんですけれど、まあ、端末購入 しななきゃいけないいけっていうマイナス部分を考えると、毎月50万使ってる方でもまあ特にね楽天最強プラン入ってるんだったら入る必要もないんじゃないかなと思いますんで、それだったらまだね楽天控えとか入った方がいいのかなという形になってるんで、今回、ね SPU が追加されるっていうことで、今までね SPU 対象じゃなかったことがむしろ不思議だったんで、追加されるっていうところに関してはいいんじゃないかなと思うんですけれど、た多分楽天モバイルの中のね楽天ターボっていうのはルルカ的にはね微妙すぎるなと思ってるんだけど、端末代金がね無料になるとかねそういうのが始まらない限り楽天ターボがね日の目を見ること ななないいいんじゃないかなと思います楽天ターボの本体無料になったところで、先ほども言ったように、基本料金はね、楽天最強プランの方が安いので、しかもね、一応楽天モバイルもね、いろんなキャンペーンやりたいんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、楽天ハンド 5G の時もそうだったわけなんだけど、楽天モバイルが端末お得なキャンペーンをやると、まあ大体転売屋とかね、そういう人たちが出てきて、契約して端末だけゲットしてね、やめちゃうみたいなのがね、多発するんですよね。というところで、一応ね、楽天ターボ 5G に関しては、スマホの割引と違って、割引条件もなかったりとかするんで、4万円割引とかすることができると思うんですけれど、 それやっちゃうと今までのね二の前みたいになると思うのでその辺躊躇してると思うんですけれど SPU プラス1倍とかではなく根本的な部分でねもうちょっとお得感出てこないとね、まあ、ルルカ的には楽天ターボまだまだ入る方はねほとんどいないんじゃないかなと思います、まあ、それこそなんですけどポイント倍付けが3倍4倍5倍とか楽天モバイルよりもねポイント倍付けに関しては少なくてもねプラスアルファしないとその辺魅力を感じる方っていうのは少ないんじゃないかなと思いますあくまでね今回の件に関してはルルカのね個人的見解になっていますので楽天ターボ、まあ、実質無料でね利用すること ででできるる方方あればお得じゃんんとと思思うももいいいますかかったらねコメントで皆ささのご意見も聞かせてください今後もね楽天モバイル関係はもちろんなんですけどその他格安シムだったりとか新料金プラン、まあ、キャリア情報だったりバレルから気になる情報に関して動画の方にしていきますんでよかったらチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました楽天ターボ当分の間は空気じゃないのかな楽天エア